黒潮は海上自衛隊の潜水艦。親潮型潜水艦の7番艦。艦名は黒潮から由来し、この名を受け継いだ日本の艦艇としては、旧海軍の陽炎型駆逐艦、黒潮、海上自衛隊初の潜水艦、黒潮、渦潮型潜水艦、黒潮に続き4代目にあたる。黒潮は、中期防衛力整備計画に基づく平成11年度計画2700トン型潜水艦8111号艦として、川崎重工業神戸造船所で2000年3月27日に起工され、2002年10月23日に川崎造船神戸工場第一船台で挙工された命名、進水式において防衛庁長官石破茂により黒潮と命名され、進水、2003年8月28日に行使開始、2004年3月8日に就役し、第1潜水隊群第5潜水隊に編入され、呉に配備された。2006年6月26日から7月28日にかけてリムパック2006に参加。2011年3月15日、第1潜水隊群第3潜水隊に編入。2015年9月23日から12月19日までの間、米国派遣訓練に参加し、ハワイ方面において、洋上訓練及び施設利用訓練を実施した。2018年8月27日、呉を出港し、台湾とフィリピンの間にあるバシー海峡を抜けて、南シナ海に入った。その後、インド太平洋方面派遣訓練部隊の護衛艦、加賀など3隻と合流し、9月13日に南シナ海で対潜戦の訓練を実施した。その後、9月17日から21日にかけて、ベトナム社会主義共和国のカムラン国際港に寄港し、ベトナム海軍潜水艦部隊等への親善訪問を実施する。現在は第1潜水隊群第3潜水隊に所属し、提携校は5である。ありがとうございます。